真昼とあの人が、この四国のどこかで出会えますように。手紙、お母さんからのだって。真昼のお母さんってさ、15年前に亡くなったって言ってなかったっけ？山本先生、月刊トラベラーズは今休刊の危機なんだよ。私に書かせていただけないでしょうか。私、歩き遍路がしたいんです。歩いて歩いて、よかったら一緒に歩きませんか。またケイタに会いたい。生まれ変わってまた会いに来てくれるよ。よう似とるな。この人、私のお母さんなんです。どうか真昼とあの人が、この四国のどこかで出会えますように。ぐるり1200キロ、始まりの旅。